サムそっち行くな、そっち行くな、そっち行くな。おっしゃー、うらおはようございます。今回の釣り時は音楽川です。久しぶりの音楽川に行ってます。で、今日は佐藤良樹に案内してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今3月上旬なんで、そうですね、まあ、春だけどもまだまだ分かんない。もうすごいいい日もあれば悪い日もある、もうすごくね、ムラのある時期だと思います。遠賀川のことをよく知ってる良樹に安定感のある場所を連れて行ってもらおうかなと思います。はい、今日の作戦は、今日は春の一発2キロを2キロ1本でも一発取れたらなと思ってます。まあどうなるのか、そっち狙ったら当たり減らへん。まあ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 、でも安定する場所にも何個か回ってって感じですね。はい、わかりました。じゃあ今日は2キロ狙いということで頑張ります。まず朝選んだのが、ここなんですけど、春定番のエリアで、うん、俺も来たことある。ここ、そうです、そうです。で、まあ朝とか夕方とか何かしらのタイミングでやっていったら一撃大きいのが出るんじゃないかなと思って最初ここを選びました。まあここでは多分に雨で濁ってるんで、ちょっと強めの巻物とかをやっていったらいいかな。かっこいい、本当ですか。それやっていこうかなと思ってます。小さめのシャッターとかは、あ、まあ全然大丈夫だと思います。全然大丈夫、はい。じゃあね、容器にこれ渡しとこうかな。ういあ、ありがとうございます。AK シャッターに、ちょうどね、オンガとかカスミとか行くと、はい、AK シャッターもいいけどちょっとちっちゃくしたいなっていう時があるから、その時のために作ったんで。そうですね、ちょっと試してみてもらって、はい。これどこを巻いたらいいの。あ、もう沖に投げて、うん、もうひたすら巻いてきて、あ、もうめちゃめちゃ手前で食う時もあるんで、しっかり手前まで巻いたら、もう巻き上げで、巻き上げでとか回収とかでスイッチ入ってブワーって、もう波紋立てて上がってきたりとか全然するんで、すごいな。手前まで、そんな感じになる。手前までゆっくりゆっくり、はい。しかも多分、うわ、あ、いいね、いいね、今水出ましたね。あそこパトランプ光り出したら水出るんですよ。パトランプな、あれ、あれ動いてる時はいいの、あれ。あ、めっちゃいいっす、めっちゃいいっす。おっしゃおっしゃ、やろやろやろ。多分数分で止まりますよ。まだトレーラーついてへんねんけど。自分はまずこれラバージグにキャラメルの4、ちょっと色濃いめにしてます。何投げてんの今。キャラメルの4のあれです。あれ、あれって何。ラバージグのやつつけてます。あれって何。あ、ラバージグのやつ、はい。スコーンにしてます。あ、スコーンな。ちょっと濁ってるからですね、AK チャタージュニアで行くんですけど、トレーラーはね、ライアーミノーっていう魚のアームが来たり来るんですが、今日はヤバクネ使います。片口はもうヤバクネをちぎって、ちょっとボリュームアップ、これでいきます。で、この色は片口ワーム、ヤバクネというか片口ワームです。海太郎の方、片口グローっていう腹がグロー効いたやつ、これにしてきました。ちょっと最近バスにグローどうなんて効くんちゃうかなと思って試してみてます。ややベイトフィネスもできる強めのタックル。ロッドは革スペに、ラインはフロロの12ポンドを入れて、で、リールだけややベイトフィネスもできるアルファス SV を乗せてきました。ラインの号数迷うんですよね。竿をリールまでは決まるんですけど、強い釣りするにあったら16ポンドぐらいでガンガン行った方が楽やし、もう繊細な釣りするにあったら8とか10とかそれぐらい使いたいし、で、迷って迷って間の12ポンドにしてきました。チャタをいっぱい作ってきました。オリジナルの AK チャタ、これは 10g ですけど、で、まあ、13g もラインナップされてて、今もっと重い21とかも開発中で、それじゃあでかいよねっていう時、狭いとこ用に、まあまあ狭いとこ用だったり、タックルがベイトフィネスだったりスプリングだったりした時用に AK チャタージュニア、トレーラーライアーミノーですね。これ明らかにちっちゃくなります。で、さらに毛のないチャタ、ライアーチャタ、シルエットはマッチザベイト、ヘッドはチャタのうるささ、
こういうラインナップを今作ってるところです、まあ、ここが、まあ、多分放送されてる頃にはジュニアが出てくるんじゃないかなっていう頃ですね。もう市場に並ぶかなと。ライアーチャットはもうちょっと時間かかりそうですが、まあ、この辺り使ったら音楽での釣りもまた幅広がるかなと思ってます。普通にチャターは AK チャターの 13g なんですけど、スカートこれホログラム貼ったらスカートなんですよ。キラキラする。チャターって他のルアーにありえないぐらいハイピッチで揺れるんで、それでスカートがキラ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 って揺すられて、キラキラの柔らかいものが高速で揺れる。なかなかないでしょ。キラキラって大体まあブレードとか、まあ、プラグの揺れはあったとしても、この柔らかいものの、柔らかくて光るものが高速で光る。でチラチラキ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 ラって、あたかもベイトフィッシュになってくれるんじゃないかなという思いで今作ってるところです。新色音がでも聞いてくれるといいな。僕は今沖のハードボトムエリアを表層ちょっとゆっくり巻いていって、結構今横の動きに反応する魚が多くて、それを今手返しよく巻いて探ってってみたいな感じですね。これにします。キャラメルの5ですね。でお腹のところに 0.9g のネイル入れてます。濃いかな。思ったよりでも水濁ってないですね。昨日の夜結構降ったんですけどね、今日の朝まで。それでもまだまだそんな特別濁ってはないし、水温は一番高い時13度ぐらいだと思います。朝とかだったら11度10度とか。赤松さんにも釣ってもらいたいですけど、僕もやっぱり釣りたいですね。 AK チャターの 13g でトレーラー片口ワーム、これ海太郎のつけました。イカナゴグロー、きっとバス引くんちゃうって思い出してます。もう今なんか気になってるんで、せっかくいい時期やから今のうちに試しておきます。春って、まあ、冬もですけど、まあ、地合いが来たら突然食い出したりするんで、いて食わないっていう場合も多いから多いと思ってるんで、まあまあいて食わないのか、入ってくるのか分かんないですけど、濁ってて見えないから。突然ね、さっきまであれ同じ釣りしてんのに突然当たり出したぞみたいなのあるから、あんまり見えない。多少の当たりのないぐらいは釣り方変えたりとか入り直したりとか、そういうことをしてなんとか絞り出します。なんで佐藤良樹がこう魚おるったらいますからね。安心して食わせることだけに徹しよう。 AK ラバージグ、 AK チャンク、ミニ、ジュニア、これでいきます。もう開発中のプロトなんですよこれ。これが元々の AK ラバージグに AK チャンク、これが今開発中の AK チャンクジュニア、 AK ラバージュジュニアです。めっちゃちっちゃいでしょ。スモラバ強ぐらいのサイズですね。本来でかいのにスイッチ入れて食わせるってなったらもうこれぐらい僕はほんま欲しいんですけど、やっぱどうしてもね使えるシチュエーションが少なくなっちゃうのと、まあ、いろんな人にちょっとちっちゃいのが欲しいというリクエストがありまして、ちっちゃいのを開発中です。確かにね、音楽に来たりとか、まあまあちっちゃな釣り場だったりとか、音楽でも狭いシチュエーションだったりしたら、やっぱりねこれぐらいのサイズの方がいいなって思う時も確かに自分もあったんで、ここのポイント苦手。微量かな。
0.9g のジグヘッドにグリコネ、ジグヘッドワッキーですね。ここは杭があるんですけど、下にジャカゴとか結構ゴミが溜まっとって、まあ、そこについてるやつをふわふわ浮かして食わそうかなと思って。意外と流れ聞いとんな。ふわ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 誘ってこんかな。来た。うわ、どこ行こう。こっちかな。やばい、流れがやばい。こっちか、こっちか。よし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 、ゆっくりゆっくり。バス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 、あーやばいやばいやばい、木が。よっしゃー、取ったー。よっしゃー、来た。ヒットルアーはグリコネの 0.9g のジグヘッドワッキーです。横の動きに結構敏感っていうのを分かってたんで、ふわ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 誘ってあげてきたって感じですね。おっしゃー、いいブリブリのバス。41、2、あ、42。さっき釣れたのが、流れがあっち上流側でこっち下流側なんですけど、こっち側結構雨降って流れよって、杭がいい感じにあったんで、あのグリコネとジグヘッドワッキー、グリコネのジグヘッドワッキーで投げて、この杭に沿って上流側から綺麗に杭を舐める感じに、ドリフトさせて、ふわ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 誘ってあげて浮かせて食わすみたいな。全然イメージは分かへんけど、全くイメージ分かへん。どうしよう、やばいな。バッスリなんか、なんかって言ったらあれやけど、ルアーフィッシングなんてイメージ湧いたもん勝ちなんす。腕がどうとか、なんとか、ルアーのアクションがどうとか置いといて、イメージ湧いたもん勝ち、絶対。釣れるイメージが湧いたら釣れるし、ルアーのアクションも勝手に良くなるし、勝手にええとこ通るし。そうか、両機釣れたか。よかったな。これが AK チャタです。トレーダーは肩口はもうやばくね、もうこの一応まあデフォルトのセッティング、僕の中での黄金セッティングですね。春ってええ時期なんで、あの春に強い釣りは何だってよく話議論あるんですよ。バス釣り議論が、春はね何でもいい、よっぽど変わったもんとか、もうトップで1日やりますみたいな、まあそれもそれの一つなんだけど、春はね、春こんなルアーがいいとか言ったら基本的にあんまなくて、春自体がいいんで、釣りたいルアーで釣ればいいっていうのが一番ですよね。当然その中にも今日にハマってるとか、そんなのあるとは思うんですけど、基本的には釣りたいルアーで釣れる時期なんで、特にもう4月入ったらもうそんな感じ。やっぱ一個のルアーやりきって何かを見出したら、もう絶対春を答えて出てくれるし、巻きもんだろうが打ちもんだろうが、アジャストするっていうのになったらまたちょっと話変わってくるけど、まあまあまあ
そこは置いといたとして、それでも春はもう何いろんなルアーが釣れる時期なんで、釣ったことないルアーで釣るには絶好の時期かもしれない。釣れそうな気がする。グリコネのリザーバーベイト、うわ、でかい。よく釣れました。頼む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 、そっち行くな、そっち行くな、そっち行くな、頼む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 、うわ、そっち行かないで、お願いお願いお願い、出てこい出てこい、そっちはダメ、そっちはダメ、お願い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 、ゆっくりでいいよ、頼む頼む、やばい、ズルズルやん、ゆっくりゆっくりゆっくり、ゆっくりでいいよ、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり、うわー、やばいやばい、やめてやめてやめて、ゆっくりでいいよ、オッケー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 、ゆっくりゆっくり、あいかいかいかい、あいかいかいかい、木に絡まる、出てこい出てこい、よしよっしゃー、2本目よっしゃー、来たー、やったー、2本目狙い通り浮いた魚食わせました。0.9g のジグヘッドワッキーに、グリコネ色リザーバーベイトですね。濁りがやっぱり落ち着いてきたなと思ったんで、まあ薄めのカラーで丁寧に丁寧に誘ってあげたら食ったって感じですね。やるね、釣れました2本目。どんな感じだった？やっぱもう浮かせて食いにタイトにって感じですね、ついててみたいな、はい、繊細な釣りの方がいい感じ。そうですね、やっぱ濁り落ち着いてるんで。あ、了解、これもちょっと切り替えようかな、はい、うん、いいね、バズってるね。使ってるグリコネなんですけど、こちらのこの真ん中のところから1個目2個目もしくは3個目のところにできるだけ V 字になるようにこう刺してあげるみたいな感じで、 V 字になるように刺してあげたらいい感じで、ちょっと中心とはずれるんです、こっちの方がちょっと重たいんで、まあ、こっちの方がいっぱい可動領域切るんで誘ってくれて、でまあもちろんネコリグのワームでもあるんで、ネコリグでもジグヘッドでもいけるっていう結構万能なワームです。春は結構もう外せないですね。よし、移動します。さすがやね、1箇所目で2本もでかいの釣ってたやん。釣れましたね、あれはちょっと刺激的だった。ちょっと俺も釣らして、あ、ぜひぜひ釣らしてください。ほんでここどんなとこ？さっき釣ったところと似てて、うん、シャローにクイだったりとか、うん、石の岬があってそこに刺してくるやつとか、うん、昨晩の残りのやつを釣っていくって感じです。あ、夜の間に入ってて供給されてる魚が残ってるかも。ありました、じゃあちょっと釣らせてください、はい、頑張ります。僕も釣る。永久シャタージュニア、赤松さんからいただいたやつです。トレーラーはライアーミノをつけてます。ちょっとグリグリ沖巻いてみようと思います。どんな動きするかもまだ投げてないんで。やっぱ軽い分浮き上がり早いですね。浮き上がり早くてゆっくり巻けるような
春いいかもしれないですね。ビビビショット 2.6g にキャラメルシャトー 3.5 インチ、まあ、ちっちゃいスイムジェル、ふわーっと静かに静かに静かに、容器の釣りと具の釣りじゃちょっとやかましさが違う。沈みます。当たりがなくてちょっとテンション下がってます。ほんと繊細なんだから。どない、ほら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 、てこの大きさ、なんとここに5つ葉がありやす。5つ葉縁起がいいのか悪いのか分からへんから4つ葉だけにしとこう。こんなメルヘンな気持ちになって魚釣れるんかな。ただ上がってくるかどうかっていう問題ですね、うん、この時期で。あ、まだまだ夏とか、うん、リョウキここ俺も知ってる流入河川だけど、これ、はい、なんでここに来た。雨が降って、うん、やっぱり濁りがだいぶ入ったんですけど、水量が上がってだいぶ雨降ったら刺してくる魚多いんで、うん、まあそれ狙いで来たって感じですね。あ、早春だしあるかもねって感じ。そうですね、一撃大きいのプリあるんじゃないかなっていう。了解、じゃあやってみましょう。はい、やっぱだいぶ水多いな。ここ、はい、この辺からいいっすか。はい、いいっすかね。全然全然いいっすかね。もうすいませんね、早く一匹釣らなあかん。もうちゅうか九州ってやっぱあったかいんかな。滋賀県こんなに雑草生えてない。さあ行きます。ギルフラットちょんがけセット、これで行きます。もうボリュームあるやつ食いに来るぞっていう、そういうのを狙ってみたいなと。まあなんかね、頑張って食うというよりもギルフラットの力で食うっていう時もある感じするんで、見えてるバスなんか釣ってたら、うわギルフラット効いてるって思う時あるんで。さあ行きましょう。先輩パワーで無理やり入らせてもらった。まだ釣れてないんだもん。容器十分やんか、もう小学生みたいな。おお、食った。おっしゃー、うら、やった。おっしゃー、料金ありがとう。今ね、泳がして水面間際、水面直下泳がしたんですよ。やばい。そしたら下から出てきてポン、持ってってずっと泳いで、でフッキングミスしたら嫌やからしばらく泳がして。乗せました。おっしゃー、見てよこの体型。長さこそ40半ばやけど、これで、これ春、陽気ありがとう。にゃー、最高だぜ。四つ葉のクローバー最高。知らんけど、マジ最高。四つ葉のクローバーもう今日ちょっとテンションおかしいよ。あ、釣れとるんじゃないですかね。ほら、陽気ありがとう。釣れました。釣れた。本当ですか。パンパンや。やった。気持ち的には5キロぐらいあるけどな。1キロ半やわ。でっかい。気持ちいいバイト出た。ギルフラットってオフセットフックとかいろんなセッティングできるけど、やっぱりフッキング率いいのはちょんがけですね。大型マス張りの。でちょっとヘビーカバー仕様で自分でガードつけました。このギルフラットセットってもともとここにウエイトがついてます。 1g ないぐらいで、このウエイトプラス針とこのキーパーで、まあ、ややビシンキングぐらいです。ゆっくりシンキング、この気質から空気が抜けたらゆっくり沈んでいくぐらいで、それじゃあちょっと手返し悪いんで、今はもうちょっと沈めたいんで、ここに
ネイルシンカー 1.8g 入れてます。ちょうどこのウエイトの真下ぐらいです。で早めに沈めて手返しよく釣れるように、まあ、ギルフラットって最初のファーストホールよく釣れるんですよ。美味しそうなところに投げ込んで、で一回沈めて底を取って、この間に食ってる可能性も高いんで、次糸張る瞬間に一回軽く切って、食ってなかったらこのままズルビーてもいいし、自信がなかったらズルビーたらいいっていう。でなんかここ食わせどころかなと思ったら、ちょん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 って煽り上げてまた沈める。で今釣れたのはもう水面ぐらいまでわーっと上げてきて、もうギルフラットの背中水面出たなぐらいで、またこう沈めていこうと思ったんですよ。そしたら水面までギルフラットが出たところで水面でバッと振って潜ってきました。待ってみたいな感じだったんでしょうね。さあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや2キロはハードル高すぎやろ。そうですね、やっぱ短日ではやっぱ厳しいですかね。ただまああの朝連発してたやん、はい、すごいなと思ってこのまま行ったらもしかしたらと。そうですね、だけど、まあ、多分音が何回か来てるけど今日厳しい日やったんじゃないかなと。そうですね、結構厳しい日だったかもしれないですね。まあまあただこっからどんどん良くなるでしょうし、また行く季節にまたリベンジしましょう。リベンジっていうか釣ってるけどね釣ってるからまあまあまあいい釣りはできました。たださらなる爆釣を目指してまた頑張りたいと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。